さあやっていきましょうか。バイオハザード4。まあ、せっかくね動画開いていただいたんですが、最後までご視聴いただいてね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してから動画見進めていただけたら嬉しいでございます。ということでね、前回はまあ小屋の中でね、おっぱいミサイルを発射しながら、まあなんかサンドイッチしてこようと奴らをね全員駆逐することが成功して、なんかハンサムなプーの男はね、なんか忘れ物したんだつって、俺取りに行ってくるわって言って、なんかどっか嵐の中去っていっちゃいましたということで、今回はまあなんかよくわかんない村を突破していくっていう、そういうパートになるんですけど、まあこれを手に入れるためにね、これをって何をっていう話そうだな、これをって何をだってなってな、まあ、ね、このレーザー光線銃をね、手に入れるために、まあ今回は左行きます。本パートのプロフェッショナルの方で右のパート行ったんでね、今回左の方行こうかなと思います。ということで、まあ、こんだけね、どっちかっていうと難易度的にはこっちの方が高いんじゃないかって思うんだけどね、まあその分多分稼げる金もこっちの方が多いドゥーンと思うんだけどな、わかんない、どっちの方がいいんだろうな。まあでもまず間違いなく右行った方が楽なんじゃねって思うけどね。ジューン、あっしゃ上飛んでったな、あ目の前に、ほいお疲れさんでございました、ほいお疲れさんでございました、っていうそんな感じですね。おうおうおう、いる。あちょ、あ、行って行って行って。くそ、下手くそか。タイミングを見誤りすぎだろ。やっちまった。ついでに。オッケー。そう。あれ死んでないのかお前。ね、あな、え？え？どういうこと？なんで死んでなかったの君。もしかしてあれ、レオンもさ、体術をするときは、その、ありとあらゆる攻撃を食らわないみたいな感じで、やつも攻撃を仕掛けてるとき、ありとあらゆる攻撃が、え、ガナードってそんな仕様だったっけ、知らんかった。まあいいや。で、登っていって、まだいるのかな、とりあえず、あ、なんかめっちゃ飛んでったな。いたっぽいね。ねえ。いや、なんか、知らない間にこんな無双プレイを続けていって、無双プレイを続けてるはずにもかかわらず、定期的にダメージをきちんと受けるっていうね、なんかこの後嫌な予感がするんだよね、すげえな。嫌な予感って皆さん、わかります？この後チェーンソーマンならぬね、チェーンソーシスターズが出てくるんですよ。チェーンソーシスターズがね。うん、まあ、そいつらのおかげでなんか、一撃必殺やられそうな予感もしなくもなくもないっていう感じがするけど。よいしょ、ふっと降りかって。お金ー。登っていきます。オッケー。そう。あ、そうそう。なんか、とりあえず降りよう。なんかね、最近かな？うん。ビズリーチ。僕、1月から転職しましたっていう話なのかさせてもらってるんですけど、来たー、チェーンソーシスターズー。うん。あ、ちょっと待って。これ、わざあいつを、ちょっと、あ、やばい、さらわれてる。ちょっと待って！おー、うそー、ほんとに、おー。言霊ってあるんだな。間三つを。ほー、やっちまった。ああ、マジでやられたわ。マジでやられた。よーそーん。そんなこと起こるんか。そうかそうか。しゃあないな。ねえ、なんかこの後嫌な予感がするみたいなこと言ったら、本当に嫌なことが実現してしまった。ああ、やっちまった。おー、おばちゃん。至近距離、短いで、それ。そう。何の話したっけ？あ、そう、転職した時にビズリーチを使ったんですよね。ビズリーチって、そのビズリーチ自体が抱えてる求人で、その応募することもできるし、そのいろんなね、その職務経歴書っていうのをちゃんと書いておくと、エージェント経由で、こんなところ紹介したいとか、どんな会社を紹介したらいいかっていうのを一度面談させてくださいみたいなメッセージをダイレクトでくれたりとか、まだ生きとった。それから、もしくは、直接企業からあなたのことヘッドハントしたいと思いますんで、一度面接し、面談します、カジュアルな面談しませんかみたいな、そういうお声掛けをね、してくださるケースっていうのが非常に多くて、で、今回、まあ、ビズリーチ経由で、まあ、とある会社を経由で、面接というか、まあ、職務経歴書とかそういうのを書いていって、降りてきてなかったんかい？あれ？生きてる？あれ、ちょっと待って、アシュリーどこ行った？めっちゃ、お尻プリプリで去られてってる。あ、ちゃうわ。お帰り。そう。で、まあ、その、転職のお祝いとして、まあ、5000円の Amazon ギフト券を、プレゼントしますよっていうのがあって、で、ようやく来たっていう感じだったんですね。で、まあ、Amazon ギフトだけがもらえるもんかなと思ってたら、なんか、近く、もし近くに施設があればっていう条件があるんですけど、転職を記念に、まあ、新たな門出を
を祝うためにも、あの、なんか写真を撮りませんかみたいな、そういうプロフィール、なんか、なんか SNS のプロフィール写真用だったりとか、家族で写真を撮るみたいな、なんかそういう招待券みたいなものがもらえたんで、ちょっとそれで家族とね、写真を撮ってこようかなと思います。まあまあ、あの、娘も2歳になった直後だし、うん。まあそういうのがあると思うので、だからまあ、ビズリーチで転職を考えている方がいらっしゃればね、ぜひ、そういうのも転職後に、なんか、まあ特典としてあるんだなと。5000円ってやっぱね、庶民にとってはね、非常に大きい額ですからね。僕も庶民なんで、5000円もらえたことは非常に嬉しく思います。はい。それでまあ、日用品でもね、またタイムセールになったタイミングでね、そうなんですね。なんか、あれ?拾ったつもりがお姫様抱っこしちゃった。しゃがめ。そうそうそう。うん。なんかさ、Amazon で、まあまあ、どうしても緊急を要するものとかは普通に買ったりするけど、なんだかんだ言って、よいしょ。なんだかんだ言って、タイムセールが、なんか2ヶ月に1回くらいあったりするじゃないですか。まあ、Amazon プライムデーみたいなんで、1年に1回7月とか、まあ、それからブラックフライデーが11月の末とかのからやったりとかするけど、まあそういうのを除いたら定期的にね、やってくれたりとかしてるから、なんかそういうタイミングでね、何かっていうと1万円以上買ったらポイントキャッシュバックが、ポイントバックか、が多くなったりとか、近い、早い、安い。があったりとかなんで、まあ、普通にね、買うよりもね、まあ、プライム会員の方だったらそっちでやった方がお得ですってっていう話なんで、うわぁ、飛んでってるー。チュイ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 。これ何のために建てた施設だっていう話だよな。これな。だからまあ、なんだろうな、レオン以外のその村への侵入者がいた時に、まあ、突破するためにこういうのをちゃんと用意しとこうぜっていう、そういうオチなのかもしれないけどね。まあ、本当はこの武器さえあれば、ウンデスじゃねえや、誰だって、エルヒガンってか、エルヒガンってもう大して怖い敵じゃないから、まあ普通に、なんだろう、あっち行ってもいいのかもしれないけど、いかんせん時間がかかりすぎちゃうからね、ちょっと今回省略ということでさせてもらいます。はーい。まあ今、転職した会社ね、覚えることとかすっごい多くて、まあ難易度も高いし、なぜに置いていくってなった。今、超至近距離にいたんですけど。あれおかしいな。あれおかしいぞ。うん。そう。まあ、いかんせんね、もう一番じゃないや。覚えることとかがめちゃくちゃ多くて、あの小屋は何の関係もないっぽいね。うん。すごい気になるけど。覚えること多くて大変なんだけどさ、まあ、環境的にはすごい恵まれてるっすよ。だから、なんかいろんなさ、ことをさ、言ってて、なんかその仕事に関してね、まあ、これから、もう間もなく、就活が解禁されて、面接とか ES の提出とか始まってくるかもしれないんですけど、まあ、早い会社もやってるとかしてるかもしれないけどね。そう。で、まあ、結局、まあ、僕もなんだかんだね、まあ、一社一社の所属年数は少ないけど、まあなんか、こう、もう今3社目なわけですね。30歳で3社。まあ3年勤めて、で、30歳で3社目に来ましたというところなんですけど、うん。まあ、なんか、なんだかんだやっぱり、何してるかっていうよりも、誰と働くかっていうのが、まあ、当たり前のことなのかもしれないけど、うん、すごい重要だなって思ったよね。だから、前々職に関しては、お客さんにはすごく恵まれてたなっていうのがあって、だからそのお客さんとはまあ一部になっちゃってるけど、まだ未だにお付き合いがあって、まあ飲食、まあ社長さんが多かったんでね、その飲食店経営してる人とかだったら、あ、ブルーホースちゃんまた近く寄るんだったら食べに来てよみたいな感じで声かけてもらって、まあ近く行く際には必ずご飯食べさせてもらったりとかね、うん、まあもちろんその飲食店なんで食べた後にお金とか払ってるけどね、まあその代わりなんか値段に見合わないサービスをもらったりとかして、すごい得はしてるんだけどね、うん、っていうのがあったりとか、まあ、それから、うん、前職に関してはその社内は自分がいた事務所のに関しては、まあそこまで悪くなかったっていう気はしてるけど、ああ、そこけてただけだからあれか。そう。まあそれ以上にまあパートナーにものすごく恵まれてた、その代理店さんね、代理店さんの人たちにすごく恵まれてたなっていう感じはしてて、で、まあただね、お客さんとあまり関わる機会がなかったっていうのが結構辛かったよね。さあ、皆さん、お待たせいたしました。チャキ。やっぱこれがないとバイオはね、やってらんないし、あ、なんかちょっと違うな。
よいしょ。もうちょっと。あれ？あ、いたいたいた。ああ、はしごが邪魔だな。レースまでちんと見れるのにな。ちゃ。そう。もう唯一隠されない。まあ、唯一でもないけど、隠されないで。あ、おっぱい。あ、そう。いいね。という感じですね。はい。皆さん堪能できました？鼻の下伸ばした？そして息子大きくなった？女性キャラじゃねえや。女性のご視聴者さんに関してはすいません。はい。まあでも、ね、これを見てるってことはそういうことになるっていうことは分かってですからね。しかもしゃがんだ時点で見えてんのよ。よっしゃ、行こう。あ、ついておいで。ね。だからまあ、結構この時期になると、まあ、元々のその教え子だったりとか、後輩の、さらにまたその後輩で、今まだ学生やっているっていうような子たちとかからが、就活の相談をちょっと乗ってあげてください、みたいな、その後輩とか教え子かな、直接の後輩とか教え子から、相談乗ってあげてくれませんか、みたいなんで、こう、未だに来たりとかするんですけどね。まあ、何やりたいのとか、面接でどんなこと不安なのとかそういうのをいろいろ聞いたりとかしてね。っていうのがあるんで。まあまあ、こんなおっさんの話でよければ、いろいろアドバイスできることがしたいと思うし、それが逆になんか不安なこととかをね、逆に聞いてもらいたいこととかもあると思うから、そういう場合があるのであれば、全然ね、おっぱいプルンプルンしたけど今。そんなんでよければ、全然、話聞くだけでも相談とか乗りますんで、ぜひね、コメントとかツイッターで DM とかね、そういうの残してくれたら、また見ますんで、見て、コンタクト取りますんで、はい、お気軽にお声掛けください、というそんなところですね。ということでね、今からヒゲモジャのハゲ散らかしてるおじさんと戦っていくわけなんですけれども、まあ、なんだろうな、この武器って、雑魚に対しては、なんか、あえてさ、まあ、皆さん見た通りで、チュンチュン撃っててもさ、なんか5、6発ね、撃たないと大変みたいなことになるけど、こいつに関してはもう何のた、の、あれも食べなくても、一発チュンって当てたらもう終わりみたいな、そんな感じだからさ、ね、チュン、ほら。かわいそうだよね。ボス、だから、寄生虫に侵されていれば侵されているほど効くレーザーなのかもしれないよね。だからまだその体の一部しか乗っ取られてないような通常のガナードだったらそこまでその寄生虫に効かないから大したダメージになってないってそんな感じなのかなーとかって思うけど、どうなんですかね、そこら辺は。下半身がもうもはやムカデみたいに出てるけどね。あ、なんか昔、最近のようで昔のようでちょっとよくわかんない映画でさ、ムカデ人間ってあったよね。あれえぐいよね。知ってます？ムカデ人間っていう。なんかあれ、確か、あまりにもグロすぎるから、なんか規制が入りすぎてやばかったみたいな感じ。だから、ちょっと僕もこれ喋って、ムカデ人間という言葉自体をこの中で出すのももしかしたら危ういかもしれないんで、もしこの、なんか、パート5の後6がなくなってて急に7になってたとしたら、その言葉出した時点でアウトだったっていうふうに思ってもらえたらいいんですけど、まあ気になる方は調べてみてください。相当えぐいです。本当に、もう非人道的っていう言葉があまりにもふさわしすぎる映画なんで、僕も映画のその一部しか見たことなくて、1から10までがっつりと見ることができて、っていうのも、初めてその、なんか見るに耐えないのような内容だったんで、だからそういう発想をする人間がこの世にいるんだっていうことで、映画の中身というよりもその制作者サイドに対してなんかもうゾッとしたっていう感じがするよね。まあ、気になる方はぜひね、調べていただけたらというふうに思います。はい。これはこうして、こうして。OK。なんか危ないね。あ、こっちじゃない。あ、危ない。プロフェッショナルでも同じ間違いをしてんだよ。よし。じゃあ戻っていきましょうか。で、まあ、無事城まで向かうことができれば、ちょっと追っかけファンがこれから増えてくる時期になってくるんで、まあ、そこちょっと注意しながらやっていく必要があるかなっていうところですけど。よしよし。なんかワンチャプターワンパートくらいで進めていけそうな雰囲気でなってますね。まあちょっと長いパート長くなるかもしれないけど、だから次のパートチャプターくらい長くなるかもしれないですね。はい。まあできる限りちょっと20分以内に収まるような感じで進めていきたいなっていう願望はあるんだけど、めんどくせえや。一個一個打った方が早い。こっち打った方がいいな。もう、そうね、体力、どっちも
フルだもん、ね、よし、じゃあお城向かっていきましょう。階段登ります。階段って登るっていう表現があってるの、それとも上がるっていう表現があってるの、え、行き過ぎ行き過ぎ、どっちなんだろうな。うん、にしてもさっきその こっち降りてくるときなんでアシュリー置いていくことはできないっていう表示が出たんだろうな。あれめっちゃ気になるな、なんでだろうな。だってあの今のさ距離くらいでぴったり合ってたもんね。わーい、じゃあ行こう。こんな風がめちゃめちゃ吹いてるところでさ、スカートを押さえずに普通に乗ってるアシュリーもさ、本当にもう私のパンツ見てくださいって言ってるようなもんだよね。あ、ちなみに皆さんどっちの方が好みです？このノーマルスタイルか、あの おっぱい丸出しスタイルか、どっちもだったら最強なんだけどね。さすがに風邪ひいちゃうか。はい、まあ、あのバイオ RE4 のね、あの変更した衣装が果たしてどんな風になってるのかっていうのが楽しみだけどね。まあでもどうやらそこら辺の低層というか、まあ規制はかなり厳しくなってるのか分かんないけど、パンツスタイルになってたもんね、うん、スカートなんか見れないような感じになっちゃったっぽいけど、はい、これも非人道的だけどね。味方とかもクソもねえもんな、もう関係なく殺してもいい。この時点で後ろ見てるアシュリーがね、怪しいよね。なんか出てきますってことをなんか表現してるかのような感じだもんね。で、これを後ろ向きながら行っておくふりして、ふってこうやって、もう一瞬でこんだけ来るもんね。うち。あぶやぶやぶや、ああ、アシュリー食らってる。どんまい。どくそら、ちって。なんかあの一体一体なんかね、チュン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 やろうかなと思ったけどめんどくさくなっちゃった。よし、チェックメイト、いいね。まああのあんまり本当にあの人が住むような作りになってないお城に今から向かっていこうと思います。その前にアシュリーの追っかけファンが、まあね、アシュリーちゃんアイドルだからね、本当にね。うん、さあ来るぞ来るぞ来るぞ、うわーアシュリー、そんなマネージャーと付き合うんじゃなくて俺たちともっといいことしようぜーつって、次のコンサートがあるんで早く逃げましょう。こいつらもこんなんなんかな、見てる暇あったらさっさと箸上がってったらよかったのにな。ね、普通に考えて、こんな仕組みがよく分かってない奴らが勝手に橋上げられるくらいセキュリティガバガバなんだよな。はい。まあ、ということでね、無事にチャプター2の3をクリアすることができました。はい。皆さんご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回パート以降もお楽しみいただけたら幸いです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。